最近、中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだという話をよく耳にするよね。日本の処理水問題をやたらと大げさに騒ぐのは、この原潜事故から国民の目をそらすためではという推測もあるみたい。実は日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているらしいな。だが一体どこがそんなにすごいんだろうな。今回はそんな日本の通常動力型潜水艦の世界最強の意味について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2020年3月5日、三菱工業神戸工場において、海上自衛隊の最新鋭潜水艦桜竜の引き渡し式が行われたよ。桜竜は、双竜型潜水艦の11番艦だね。意外と広い日本の領海を守る新戦力として実戦配備の日を迎えたというわけで、母港は広島県の呉基地なんだ。桜竜だけど、通常動力型潜水艦としては世界有数の大型と言われるほどの規模を誇っていて、データを紹介すると、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされるよ。双竜型潜水艦のエンジンは、10番艦まではディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛蓄電池の併用による推進方式だったな。しかし11番艦桜竜は大きく変更され、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用になったわけだ。気になる桜竜のスピードだが、航行値は水上13ノット、水中20ノットだから、エンジン機関に大きな変化があったにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないと気づいた方もいるんじゃないか？言うまでもなく潜水艦という兵器は最重要軍事機密に該当するからその重要な兵器の性能が推測されるような正しい数値を公表するはずはないわけで。つまり、わざと従来艦と対して差のない値を公表していると考えるべきかもね。ちなみに最新鋭艦桜竜だけでなく、従来の双竜型の連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度など、潜水艦の性能に関する重要情報は一切開示していないんだ。厳重機密ということが明らかだよ。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではなく、当然ながら世界的にも同じ傾向だな。となると、桜竜の航行値水中スピードは20ノットだが、本当のスピードとは全然違うのではないかと推測され、当然といえば当然だぜ。データを隠したり、フェイクでごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間がわかれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国にバレてしまう危険性があるからだ。潜水艦は発見されることなく、隠密行動を行うのが最優先だから、活動範囲は絶対に敵に知られてはならず、特に通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておかなければならないよ。では原潜ならバレても大丈夫なのか？ということだけど、実は原子力推進型潜水艦というのは、機関部分だけを考えると理論上はほぼ無限に連続航行できるはずなんだ。原子力を利用した機関は強力だから、水中スピードも30ノットは出るだろうというのが一般的な見方だね。つまり、原潜は通常型とは真逆で隠す必要がないわけで、隠したとしても即バレてしまうから、意味なしという方が良いのかもしれないな。現実的には原潜でも、それを動かす人間乗組員は艦内で生活しているから、物資の補給は必要で、また狭い艦内に缶詰状態でいることに耐えなければならない人間の精神面の課題など、課題は様々だぜ。つまり外側の原潜は動き続けるとしても、内側の人間にとって長期にわたる生活にはかなりの困難が伴うと考えられるよ。桜竜の話に戻るんだけど、鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用したから、10番艦までの従来艦と同じ水中スピードではないだろうし、瞬間的なパワーなら原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われるんだ。原子力推進型潜水艦には確かにメリットが多く、そのため、アメリカやイギリスなど、保有している潜水艦のすべてが原潜である国々が軍事力では優位に立つということは明らかだね。確かに建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがあるわけで、これに勝てる機関は現在は存在しないと言われてもいるから、
無敵と称されるのも無駄なるかなと思われるぜ。とはいえ、試験ではあるが、50年後、100年後に耐用年数が切れた源泉はどうなるのだろうと考えると、手放しで称賛できないと感じるのも事実だな。さて潜水艦の性能の優先事項になるのは、原子力推進型か通常動力型かに関係なく、最大潜航深度と考えられているよ。どれほど深く潜れるかが敵のソナーから逃れるポイントと言えるからね。当たり前のことだけど、膨大な海中全域を一度に探索することは非常に困難ってわけ。となると、敵のソナーより深く潜ることができれば有利だし敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるわけ。もしくは実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーに捕捉できない潜水艦がごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで戦術としては十分だと言われるな。もし敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけだから、その場から離脱するなど水上艦艇の行動に制限をかけることができ、敵の捜索行動を牽制できるということは自明の理だぜ。船体に使用されている素材の強度から、横流は600メートル以上の深度まで潜航可能とも推測されていて、中国海軍潜水艦の深度は約300メートルと見られているから、600メートルが事実なら、横流がかなり優位とも考えられるね。ただし、舞台と想定されるのは水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海だよ。ここを中国海軍との対潜水艦船の主戦場と仮定した場合、横流ではオーバースペックという指摘があるらしく、簡単に言うと、横流をここに投入するのは、もったいないという考えがあるのかも。強力な兵器を出し惜しみして絶好の機会を逃しては元も子もなく、宝の持ち腐れという言葉を連想するよな。潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つあり、それはズバリ静粛性だぜ。視界が悪い深海の中では、潜水艦の動きは音で判断するしかなく、となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは言うまでもないよね。横流は通常動力型潜水艦だけど、原子力推進型より構造的に優れているポイントをギリギリまで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったみたい。中国潜水艦浮上事件が横流の静粛性の証拠になるかもしれないんだ。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上し、潜水艦は海中に隠れて行動するはずなのに浮上というありえない行動に、大騒ぎになったよね。真相は、尖閣諸島付近の海中でこっそり活動していた中国潜水艦を発見したため、空自と海自が執拗に追跡、中国側は横流からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのだろうと見られているぜ。要するに、追跡されるまで横流の存在に中国側が気づかなかったというだろうし、横流の静粛性の優秀さを痛感したことになったな。中国海軍の源泉には、騒音トラブルが数多く発生しているらしいし、秘匿性に関してなら、横流は世界最高水準の潜水艦であると断言しても誇張ではないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。